はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤの大久保です。ご視聴ありがとうございます。コマンダー塚本こと塚本です。いや、始まりました。ギャザ4区レーシングハレルヤコンバット。ギャザ4区、ギャザ4区、ちょっとまあ記事でネタにさせていただくといいんですけどありましたね。そうそう、台本にそう書いてあるから、ちょっと俺自分の記事のネタここで言うの周知プレイだよ、これね。いいじゃん、じゃあ広めていこうよ、それもあると動画のタイトルにも書いてあるんだけど、頭文字 T ってどういう意味ですか？頭文字 T、 これ頭文字って思うんですけど。え、頭、頭文字、学の中が頑張ってしまった。イニシャル T の意味わかんないじゃないですか。いつも台本作ってくださってる方が、とりあえず T にしとくので、なんかおもろいこと言ってくださいって言われたんですよ。そんなのある？T と言ったら塚本の T、 塚本に T、 そしてタッチの T、 TT よ、タイムツイスターってこと他に T あるかな？あるでしょ。鈴井家のトレジャーの話。鈴井家のトレジャー、いや、撮ってます動画撮ってます。できた。宝物動画ですね。はい、そうトークンの話だから。鈴井家のまあ、はい、最速を決める戦いということで、どういう意味の最速なのかを確認してもらいましょう。ちょっと、ね、もう早打ちの応募だからすぐに学出すこんな感じでモラルハザードが毎回起きる感じで、はい、じゃあ早速対戦の方移っていきますか。はい、早いですけど、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。9、6、6、はい、じゃあ裏先行もらいます。はい、お願いします。お願いします。今回最速を決める戦いということで、はい、ちょっともう最速で お前のマシンを見せてくれよ。そうそうそう。じゃあまずフェッチを起動して19、17までいきます。はい、スピードの向こうがいける、スピードの向こうがいける。深夜スピードガイド人口17。まず隠れた薬草にプレイ。はい、このカードは紛争を持っていて、はい、このターンパーマネントの墓地に押していると緑の2マナです。はい、おお。じゃあまずこれキャストで、はい、2マナ、じゃあバーニングツリーミスタリープレイします。はい、まあ、これも出た時に赤緑を、はい、緑が赤緑になった。はい、さらに無謀な奇襲隊を怒涛でキャスト。おお、これで、はい、このカードはこのターンに呪文を唱えていたら2マナでキャストできる、はい、2速攻のクリエイターで、で、その怒涛というコストを支払ってキャストした場合は他のクリエイターに1-0修正とフェイスを与える。おお、ということはということで、はい、まあ、戦闘入って、はい、3点2点、これで8点。おっ、いきなり8点入ってしまった。こちらが12で、ターン終了。痛めだと、お前スピードの向こう側に。いや、気持ちいい、気持ちいい本当にこういうことがしたいでしかし、俺にできることといったら古き物のバッテリー。ほう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 、まあ、モダンではよく見るカードですね。はい、トップから5枚見て無色のカードを手札に。スピードの向こう側はあるのか。おっ、スピードの向こう側トイレにやのせる。おい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 、タップいいんやけどそれ編成っておしまいです。でもすまん、俺が最速の男で申し訳ない。乾燥大地を切って高城土地を16は14です。で、コンバット。お、見た目6点で、見た目6点で何もなければ、お、当たるか。まずモードは3点と 1-1 修正で9点3点で合計12点。あ、はい、はい、投了します。ありがとうございます、はい、ありがとうございますスピードの向こう側、これが最速ですよ待ってさせ、この時をよ事故っちまうやつはハードラックとダンスっちまったんだよ はい、お願いします。じゃあ次は僕が先行ということで。どうぞ。はい、じゃあ、はい、やはりね、速さにおいてはもう負ける気がしない。はい、キープします。こちらもキープします。ちょっと遅いハンド。はい、じゃあ行きます。お願いします、はい、どうぞ。森からスカイシュラウドのレンジャー。ほう、こいつはタップすると手札から土地を出せます、うんうん、ソーサリータイミングで使えます。はい、はい、おしまいです。ドローします。うおー、よいダメ18からワイルドな限り。はい、22終了。じゃあドローします。じゃあまず、はい、タップして勢力のゴフ。はい、勢力のゴフ大好き。ゴフ、ゴフおじさんで、シミックの成長室をタップし、はい、誘発します、ね、まず誘発してアンタップした後にババッと、はい、青緑出します。なんと
マナを計算するシートがあるんでしょ。はい、まあ、いや、とりあえず2マナ出た。はい、2マナ出た。はい、で、戻します。はい、1マナ使って勢力も5分。はい、はい、武器が1。武器が1で、タップして手札から土地出します。はい、シミックの成長室、はい、2回誘発。はい、パッパッ、5マナ、5マナになりました。で、戻します。はい、で、ミド1と青2を使って残りミドマナだしか打てない状態にして迷える探求者、カズサ。これで青、ミドミド2マナ、ミドミド2マナ、はい、で、1回目のセットランド。はい、誘発。はい、パッパッ。はい、で、4マナ、4マナ、6になりました。で、戻して、もう1回天使のタイタン。おい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 、連射で誘発。はい、誘発。6マナ、2ターン目に6マナって、トロンでもそんなことせんわ。トロンはね、 3枚のやつダメだからね。はい、まあ、タップ状態で戦場に出るのが、ボロスの駐屯地を持っていきました。はい、なんと5歩で、5歩で 2回とも威圧します。はいはい、じゃあ、まあ2回とも能力に当てちゃいます。はい、パンパンとして、まあ、赤白出して、赤白出して、はい、はい、で、プラ2プラ0速攻と警戒を2回つけました。はい、じゃあ16ヘイスト警戒からトランプル。はい、はい、で、これの能力で戻します。はい、戻りました。はい、さらに、さらに攻撃宣言で攻撃するときに能力がまた誘発します。はい、警戒持ってるから、警戒持ってるからね、すごいな。これでさらに持ってくるのがベズーバとサンホーム。はい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 、はい、シャクロンお願いします。するとベズーバのコピーがボロスの駐屯地です。はい、はい、ということはで、こう1回目で無色白赤出して、3マナ、赤白出してタップして起動、一撃で起動で、対象は現象のタイタン、ダブルストライク、ダブルストライク、つまり通したら20点、通したら20点、ブロックしても18点。ああ、スピードの向こう側見えちまった。いや、バカにしてごめん。いい走りだったよ。いい走りだった。ありがとう。ちょっと待って、実は別のデッキを用意したんですよ。別のマシンで。別のマシンで。最速を競いましょうよ。遊べるドン。はい。はい、お願いします。お願いします。別のデッキだからね。はい。10。5。はい、じゃあ先手いただきます。いや、このメタゲーム、先行有利だからね。当然だから、スピードとしてはね。最速だから。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、黒割れの崖から、はい、人工なきのあたり、はいはいはい、通路をした後に、なんだなんだ、サービスカード、どれっちか、どれっちもまあ早いけど、動物の要件者と人間の、なんかどれっちより早そうおしまいです。はい、ドローを、うん、じゃあセットランドしてターン終了です。お、いいのか、ダメに動かなくて。ドロー。いや、ターンが返ってくればまだある。まだまだあるよ。はい、沼からのシニアンスピリットガイドリーナーズ。はい、3マナ。で、3マナで、はい、五稜の足跡。はいはいはい。はい、人間の男を復活させます。ただし、ターン終了時に死んでしまいます。死んでしまう。じゃあ、ターン終了時、誘発して死にました。はい、むしろ得する。はい。山札からコストの合計が6になるようにクリーチャーを、これ眠ないとかいっぱい出てくるやついつの時代。はい、動物の予見者と影武者、はいはいはい、合計6です、これで。はい、影武者は何のコピーになりますか。変化の男のコピーです。墓地にあるクリーチャーのコピーの状態で戦場に出る。はいはい、変化の男になりましたね。はい、で、動物の予見者で隠ります。はい、権限の男は死んだので、はい、誘発します。これはまあ影武者が出たということは当然ヒバリが出て、ヒバリが出てきて当然フィニッシュは脇にはモグファナ、モグファナが出てきてまず本体に1点、おう、はい、1点もらいました。19。はい、で、動物の予見者で
ヒバリをヒバリを捧げて誘発。一応戦術してもいいですよ。戦術の意味。戦術の意味。はい。あとはひたすらこのセットが。はい。ガタ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 。ああ。はい。はい。モグファのマシンガン。マシンガン。出してないか。ああ。お前はすでに死んでいる。死んでいる。はい、じゃあ今度は俺が先行回ります、はい、いやでもこれまでの最速って結局僕が最初に勝った時は2ターン目の先行ステップ、はい、塚本さんも2ターン目の先行ステップ今のは塚本さん2ターン目のエンドステップ、はい、それはもうまだ遅い、まあ、まだ遅いまだ遅い俺は本当の最速を見せてやりますよ2ターン目のメインまでに勝てればそうそう頑張ろう頑張ろうでこっちを置きました、はい、じゃあまずは白マナをします、はい、で極楽のマントロプレイします。ゼロマナの装備で1マナで装備して、はい、バッパラになる。バッパラになる、はい、装備品。で、またゼロマナの装備品。はい、まあ、テキストもあんまり関係ないです。ゼロマナの装備品。はい、で、オパールのモックス。はい、まあ、定番ですね。これでまたマナ出して、さっきの浮きマナと合わせて、スラムをプレイします、はい。無理しない、無理しないでいくか。無理しないでいく。欲を出さずに、はい、こう。しかし、御帝はこっちも準備のターンなんだ。やっぱ1ターン目やね、はい、しょうがない汚染された三角ですから、はい、おしまいはいまあ、ね、そうなるよで、僕は2ターン目はいドローステップ、メインステップはいこれで、じゃあ1マナで待った回が交渉の序章をプレイしますお新カード新カード、ドミナリラのカード1マナ1、1飛行で、はい、僕は歴史的なスペルを唱えるたびに戦術1を行うおおつまり、スラム君の戦術1でワンドローおぉ、まあ、毎回オプトできる。オプトできる。で、さらに、1マナで、ドラフト。はい。これで、戦場にあるアーティファクト全部半分取られます。ということは？ということは、もうここからお祭りですね。はい。はい、これもただのストーム。ちょっと待ってね、これストーム数えますね、そろそろ。あら、じゃあ僕は。1、2、はい、3、4、5、6。6、はい。この時に1マナでリトラとはいモンプライトシューストームが815これで16 16、まあ、これ、テーションにする前にマナ出します、はい、で、出してマナ出します17ジャストでマナ出します、はいはい、じゃあ一撃でグレープショットこれでストーム17と本体でプレイヤー18点はい足りたこれが最速だよ最速2ターン目のメインメインフェイントこれ決まるかどうか分かんないからねじゃあちょっと今回最速はもう俺のデッキだった、はい、最速王は巡航ストームが最強というわけでお送りしたハレリアコンバットいかがでしょうかじゃあどのデッキも最速があってどのデッキも最速だった速さはねやはり速さは、ね、素晴らしいまあレガシーと違ってその相対的に速度のない環境だから、うん、それで2キルっていうのは相当速いまあフォースビルがないし、まあ、思考が恋されなければ結構いけるいけるいける、はい、モダンでもこういうデッキがあるよという紹介の動画でしたはいまあ気に入ったデッキがあったらぜひとも進んでください、はい、でまあ、 今回の動画が良かったという方はまずコメントだったりシェアだったりとかまあチャンネル登録とか、はい、なんかいろいろねチャンネル登録はチャンネル登録今 1万人まで400人を切ったんでおすごい、はい、ありがとうございます皆さんのおかげでまあぜひぜひこの後も盛り上げていっていただけたらなと思いますので、はい、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いしますそんな感じではいそんな感じで、はい、よろしくお願いします、はい、では今回もご視聴ありがとうございましたご視聴ありがとうございましたまたねー